はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、新制限によりね、ビーステッドドルイドブルムが、帰ってきておりまして、3枚使えると謎に、ああこれ3枚使えるのやばいでしょ普通に考えて。でドルイドブルムを使えて、かつ3枚入れられるデッキって、まあ、結構限られると思うんですけど、まあ、どういうデッキに入れるのが一番強いかなと、まあ、ドラゴンリンクとか結構強かったり、まあ、ラックインとかもまあなしではないんだけど、一番やっぱ、強く使えるデッキってね、センチュリオンだと思うんですよね。あのセンチュリオンって、まあ、この、スタンドアップセンチュリオンっていうカードの効果で相手のターンにシンクロ召喚できるんですけど、ドルイドブルームがレベル6で、まあ、プリメラとかこのトゥルーでやってるのはレベル4なんで、光属性のねこいつとかは特にだから、まあ、例えばここのプリメラとドルイドブルームとかが揃ってスタンドアップセンチュリオンすると、アンヘルクとかバルネスがまず出せるじゃないですか、レベル10のシンクロで。で出しながらドルイドブルームが墓地に行くから、だから相手の墓地を除外し、さらにアンヘルでカードを除外しながら、さらにドルイドブルームの効果によって相手の不特殊化したモンスターも墓地に送れるっていう。でさらにアンヘルは光やミスワにしてたらパーフェクトアンヘルなんで、まあ、効果くれなかったりするから、バリ強いんですよ。まあ、バルネス出してもいいんだけどね、別にバルネスとか出してもいいんだけど、ここの辺でこれめっちゃ強いんですよ、この時。なんで多分ドルイドブルームね、一番うまく使えるのが、まあ、センチリオンかなというところがあるので、まあ、今回はこのドルドブリムちょっと3枚入れると思ったんだけど、ちょっと枠がなくてまあでもこんだけ与えてるからまあ大丈夫でしょっていう話で、ちょっとドルドブリム2枚の、構築なんですが、ビーストセンチュリオンぶん回していきたいなと、はい、いうふうに思います。やっていきましょう、デュエルスタンバイ。よし、ドルイドブルムが来たぞ。ドルイドブルムが来たちょっと3枚積みしようと思ったんだけど、ちょっとさすがに3枚はね無理だったわ。あのデッキの枠的にも、あとその被っても弱いしね、ドルドブルム。あ、うらら、はい、すいませんでした、うららすいませんでした。ですね、まあ、ここにうらら打ってくれるのまあまあありがたくて、まあ、言うてこれ貫通できそうな反動してるんで、とりあえずトゥルーデア。うわ、なんかあるやん、ちょっとやめてよ。トゥルーデア効果通ります？通らないか、ダリー。なるほどね、まあ、とりあえずですね、じゃあトゥルー、プルメラか、プリメラ出しに行くしかなくて、スタンドアップセンチュリオン、スタンドアップ、いつの日も。ドルイドブルムは残しとくさすがに。でプリメラ、今ドルイドブルム捨てるとね、一応このなんかレベル8のなんかツバイか、一応戻せるか回収できたりするんだけど、さすがにドルイドブルムあった方が強いからっていう話があって、でこうして、でまあ、効果使います。これ何持ってくれるんだ、これファランクスか。とりあえずファランクス持ってきて、1ピースセット構えにいけるのは普通に。ドルイドブルムちょっとも使っちゃうわ。どうせスクラップイン多分置けると思うんだけど、もうさすがに無限保有やめてね。でドルイドを出していく。これパーフェクトアンヘルも一応ね先出しできるので、先行ドヤ顔パーフェクトアンヘルターン終了とかもできます、一応。はい、ドルイドブルムが入ってるとね。でルベリオン特殊で、ルベリオン効果発動して、フクラクインでね、これドルドブルマトル帰ってくるんで、まあ、問題はないですね。で、レベル12アークシーラさん出して、これロケットおっぱいね、これ通称ロケットおっぱい出して、でロケットおっぱいの効果発動して、なんかカウンターかなんか持ってきとく。なんか、まあ、言うて打てないとは思うけどね、このカウンタートゥルースセンチュリオン、あんまやっぱそのセンチュリオンカードが基本的にはあんま、あのマホトラップゾーンにないから、シンクロしようとすると、まあ、まあ一応あるはあるか、拮抗勝負とかケアできるの。これプリミラ置きます。オッケー、まあ、トゥルーディはマジで棒立ちだけど、フクラクインあって、アンヘルとかは普通にフクラクインで出してきながら、アンヘルを出すとかはできます。一応この状態で闇闇になっちゃうけどね。一応ドルイド帰ってくるんで、あーユベルか、オッケー、ドルイド帰ってくるんで、まあ、言うてね、バロネスとかも出るんですよ。まあ、一応、フクラクインの効果使いますか。フクラクインの効果使って、ドルイドブルム、出しますよ。これ、ユベルはファランクスであるんで、最悪大丈夫ですね。今は特殊召喚しなくてもいいかな。ドルイドで墓地を送る効果止められちゃうんで、あんまり意味ないですね。
で、ファランクスは、まあ、相手動いてきてからでいいかな。相手動いてきてからでいいですわ。あー、デモノタスか。もうそろそろ動いた方が良さそうだね。ファランクスで、相手のファントモビビルをゲームから除外します。で、福楽院の効果を発動し、除外したユベルを回収とか戻しながらワンドローを入れて、このファランクスとさ、福楽院のコンボ、あ、強っ。あまりにもインチキじゃない。これクソインチキだよな、この動き。で、プリメラ効果発動と、スタンダップセンチュリオンの効果を発動して、うお、シンクロ召喚モンスターが特殊召喚に成功した場合、フェードのモンスターを使ってシンクロ召喚を行うことができる。これ、ドリドブレム特殊召喚したらもう一体アンヘル出せるな。あー、まあでもスタンダップセンチュリオンが大したか無理か。いや、まあ一応こっちにするか。で、アンヘル特殊召喚。そして、アンヘルの、サーチ入ります。はい、スタンダップセンチュリオン持ってきて、そして、アンヘルの効果を発動。貴様のフィールドのサモン、サクリファイスデモンロータスをゲームから除外。M 最強。M 最強。はい。いやー、ビーステッドってやっぱ、ちょっとやばいね。刺さるで、ガン刺さりするからマジで最強だわ。相手のカード、墓地から除外。あ、強いこれは。これはビーステッドが刺さる対面。いやでもちょっとあれだな、これビーステッド言いなかったわ。冷静に考えたらルベリオンだった。違う、お前ではない、お前ではない。レイノハート召喚。これ占い止まんねえからマジで。これ止まんないっすかね。これ止まっていただけないっすかね。これちょ無理ですかね。さすがになんかあるね、これ G かな。うわー、これで止まっていただけると嬉しいですけど無理ですよかね。ライトロードが入ってます。セット、あーやめてやめろ、ゴミ落ちしろ。増人来た、ゴミ落ち。あー、そんなに強くないこの落ちは言うて。ティアラメンツレイノハートはもう使ってる。てかこれランク4ぐらいしかできないか。メタノイズ、なるほど、まあ、メタノイズ効果でティアラメンツレイノハートを回収。オッケー、まあ、ランク4しかできないが、これリダン入ってるかな。リダン入ってると貫通して融合されるね。これリダン入ってるな、リダン入ってるな。あ、リトルナイト、なるほど、リトルナイト。あ、オッケー、あ、オッケー、あ、全然オッケー、それオッケー。言うてそんなに辛くないな、それは。あのセット方なんだろうな、ちょっとわかんねえな。サリーキとかだったらガチでやばいけど、ザ、まあ、言うてやばくもねえか。今これでこれがハカラだったら逆に、あ、オッケーオッケーオッケー。でこれでマグナムと持ってくるでしょ、まあ、言うてこれで、ね、融合効果は絶対止められるんで、まあ、こっから展開していきたいといったところなんですが、まあ、とりあえずですね、まあ、プリメラ召喚しましょうか。でプリメラ効果発動、墓穴もあるので、結構ティアラメンツ相手が結構強そうですね。あー、リトルナイト、あー、まあ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 、プリメラを飛ばされると中ナーがいなくなるみたいな話がありますからね。はい、まあ、中ナーがいなくなるって話は非常に痛いんですけども、まあ、しょうがないですね。で召喚権も使っちゃってるんで、スタンドアップセンチュリオンも持ってくるしかなくて、でスタンドアップセンチュリオンを発動。スタンダップセンチューの効果発動する。いやー、これな、これしかないよな。でももうツバイ送って、ですね、まあ、トゥルーデアですね。でトゥルーデアの効果を発動して、出してレベル変化はさせなくていいか。一応アンゲルは出せるけどな、これ。一応アンヘルは出せるけど、まあ、とりあえず、マグラムート特殊して、でマグラムートの効果発動したいですよ。なんかありますか。無限包容じゃなそうだな、あれ。あれ、じゃあなんだろうな。メタノイズとかそっち系のサリークとかだったら撃てるからってことは、あれはもうほぼブラフみたいなカードなのかな。ハカラとかでも多分撃てると思うんだよね、普通に。あれ、伏せカードなんだろうな。ティアラメンツに入ってる伏せカードって、あと撃てないの何。トリビカルマとか、トリビカルマとかの可能性あるか、これわかんねえ。ってことは逆に破壊したらやばいみたいな話ある。伏せカードはわかりません、どうしたでしょうか。バトルフェーズ入りましょう。とりあえずここぶん殴るでしょ。はい、でぶん殴りましょう。
でメインツ入り出して、でトゥルーデアラン効果起動しまして、置きまして置きます。でまあカード1枚セットして、これでまあエンドですね。でドルドエブルムかバルドレイクかどっちかなんだけど、まあさすがにドルイドブルームかな。これで一応ドルイドシンクロスターにすれば相手のカード墓地をくれるっていう、まあそういう効果もあるね。でしかも1枚ドローも入ると、でリトライト帰ってくると、で俺のプリメラも帰ってくる。 OK。 でこれでプリメラがいるということはシンクロ召喚が結構簡単にできそうな感じがあって、リトルナイトでどっちか飛ばされてもどっちかでシンクロできるの、多分これ素材は整ってる。レイの来たー、レイの来たー。福楽院の効果発動、マグナムウート特殊召喚、これどうすっかな。まあでも一応あれだね、バロネスとか出しに行くのもできるけど、マンヘルとかにしちゃって、パーフェクトアンヘルとかにしちゃった方が、ティアラメンツって結構パーフェクトアンヘル抜きにくいとかあるんだよね。割と対象取る効果とか、なんかモンスター効果とかで結構まああれしてくるから、まあ、ツヤリーフとかあるけど、一応マグナムート効果発動するじゃないですか。これどうしようかな、これティアクシャか、これアドバンテージ稼がれすぎるかな。ティアクシャワンチャン起こされるか、これワンチャン起こされるんだったら墓穴でぶち込んでしまえばいいわ。これで、まあ、最悪ね、すごい強いカード2枚落とされるみたいなねパターンもあるかもしれない。まあ、ちょっとその2枚が具体的に何かって話あるけど、なんかハウフ、まあ、言うてハウフとシェイ落として両方発動って言われても両方とも除外できたか今メインフェーズ終了前か、なるほど終了前、まあ、一応プリメラ発動してみるか、まあ、リトルナイト飛んでもいいよ、リトルナイト飛んでも OK です。でプリメラが出てきたので、プリメラの効果と、スタンドアップセンチュアルの効果が発動し、シンクロ召喚したいですよという効果で、これどっち飛ばれてもどっちもどっちかでシンクロできるので大丈夫ですね。でリトルナイト効果は OK です。飛んでいただくのはもう全然構いません。まあ、フェードにチューナー2体と非チューナー2体いるんで、まあ、で絶対にどっちか進行できるっていう。これでまあ一応ファランクス持ってきて、はい。で、アンヘルの方がいいね。で、パーフェクトアンヘル出しに行こうか。ここで光と闇素材になってるんで、フィード上の自分のモンスターがね、効果、シンクロモンスターは効果受けないし、戦闘では自分のモンスター破壊されないよみたいな。で、アンヘル効果、レインのハートかな、あのクセカード結構どうでもいいと思うから、これレインのハート除外して、で福楽院の効果発動して、リトナー結構吹き飛ばせばもう最強という話。これ福楽院ってさ、リトルナイトに対して強いね結構あ強っ。これさすがに勝ったろ、パーフェクトアンヘル多分あの時抜けないと思うんだよな。で、マグナムの効果でこれ絶望のリベリオンですね、絶望のルベリオンサーチして、アドバンテージのさ、えぐくない、これどんだけ B セット引いてんの俺。よいしょ、タカリビー、タカリビーは今いらねえな。とりあえずザ・ビーステッドルベリオンの効果を発動するぜ。ザ・ビーステッドルベリオンの効果によって、どっちでもいいやもう。これでドルイードブリムを爆発させて、ああありがとうございました。いやこれだけ強いねマジで。あー、まあまあまあ悪くないねこれ。反動マグナムートと増殖する G はまあまあ強いんじゃない。増殖する G って闇属性なんねえかな増殖する G 闇属性なんだら、増殖する G って言って墓穴って言われた瞬間に対象になった増殖する G をマグナムートに除外することできるんだけどな。トップシェアとかいうヤバすぎるカード打たれたんですが、どうしましょうこれ、何を持っていけばいいのかな、ちょっとわかんないや。エンタメイトポップアップ、じゃそのカード入ってるデッキログなデッキじゃないって言われてんじゃない、マジでそのカード入ってるデッキはログなデッキじゃないって言われています。悪魔城リリス、やばいなー、なんだこれ、わけがわからんぞ、まるでわけがわからんぞ。一体全体何をしようというんだ、なれなんだその伏せカード
その伏せカードなんだ。いや、フィードバックセットしてくるやつろくなデッキじゃないんだけどさ、ちょっと待って、マジでこれちょっと嫌な予感してきたわ。いや、まあそれはまあ最悪いい、まあ、最悪いいの、これ戻ってくるからエンドフェイズに。それはいいんだ、最悪ね。ちょ、そのさ、伏せカード2枚何、その横のカード、まさかさ、爆弾魔じゃないよね、まさか、まさか爆弾じゃあ、まあいい、最悪1枚はいい、最悪1枚はいい。おい、ふざけんなよ、ふざけんなよ、ふざけんなよ。